そのままた出る。ん？出る。うん。うん、まあ、とりあえずですね、あの新町温泉に入ったんですよ。気持ちよかった、最高。だいぶ金髪、まあブリッジあったからね、だいぶね、いい感じになった。いい感じかな。いい歌な、いい歌な、うん、あべ、めっちゃ気持ちよかった、新町温泉で。ここですね、青鳥会館ですね、青鳥会館で、隣にね、天神社、いつも言ってる天神社があってね、ほんで、ね、米津玄師のレモンがあそこあるの、レモンね。ここね、青鳥会館ね、俺とこっちはレモンね、これほら、米津玄師のレモンって多分こっからなんやな、米津玄師のレモン多分こっからよ、このレモンから取ったと思うよね。で、天神社、うん、今、お月さん綺麗ですね。今はですね、5時10分夜の5時10分です。何月な、天神社です。これは、ね、菅原道真のことですね。日本三大怨霊ですね。これは、瀬戸内寂聴さん。ここはですね、備山稲荷神社です。稲荷神社に帰ってきました。五穀豊穣、国家安寧、商売繁盛、徳島豊か。